愛らしいつなぎです、はい、綺麗なつなぎです、ねえうん、よかったよかった、ね、さっき聞いたんですけど、はい、この可愛いつなぎに可愛いヘルメットをいつも着用してるんですけど、はい、そうなんです、はい、ピンクの桜のヘルメットを。ピンクがベースで桜の柄が入ってるんですか、はい、そうなんです、柄が入っています。羨ましい、可愛い、見たいなと思ったんですけど、今回は展示されて、はい、今日はされてないんですけど、はい、東京モーターサイクルショーの方で、なるほど、はい、展示をさせてもらいます。なるほどですね、はいはい、今回は大阪モーターサイクルショーなので、はい、東京の方で。そうなんですよ、東京も来ていただけると。あ、そうですね、まあ、でも日本グランプリの時から新しい、もう完全に自分のオリジナルデザインっていう形で、はい、はい、ヘルメットのデザインを作っていただいたので、はい、まあ、ピンクの桜のヘルメットがメインの柄で、横に、まあ、ドクロと今ハートが入ってるんですけど、はい、出たドクロ、この後ろのドクロちゃんですか、背中の後ろに入ってるドクロちゃん、はい、が入ってるんですけど、ちょっとそのハートの方をもうちょっと違うデザインに今考えと、もう変えようかなと思ってるところで、じゃあ次からは新しくなるんですね。そう、ちょっと今年また違うデザインで、まあ、ベースは同じで、その、まあ、イメージ的には全然変わらないんですけど、そこのハートの部分をもうちょっと、なんか多分ハートほど可愛くないんでしょうね。いやハートじゃないだろうみたいな感じなんですか、ね、そんなことないですよ、はい、ちょっと考えようかな。なるほど、なるほど、そうなんですね。先ほど紹介させていただいた時にですね、はい、日本グランプリワイルドカードにて、はい、日本人女性21年ぶりの世界戦参戦ということです、はいはい、この、 日本グランプリワイルドカードっていうものは、はい、なんか先ほど年齢制限とかがあるっていうふうに聞いたんですけど、すはい、何歳までチャレンジできるものなんですか。その年の1月1日が、はいはい、1月1日現在の年齢が25歳まで、はい、ワイルドカードは25歳までです。すごいね、若い子たちしか入れないですね。そうですね、若い子をメインとクラス、はい、発言とおばちゃんってどういうことですか。去年この日本グランプリ出た時に、はい、まあ、誕生日の本当に差ですけど、はい、最年長でした自分が。そうなんですか、はい、もうそんな年になっちゃったんですよ。そうなんですよ、高校生だったんですけど、ね、気づいたらこんな。初めだった頃は、はい、もう JK でしたから、バリバリの、はい、JK があって、JD があって、女子大生があって、今何もないです、ね、何もないですそうですね、はい、何もないから成績で頑張るんです。それは頑張りましょう、そうなんですね、もう年齢、じゃあもう去年の時点で最年長なんだ、はい、そうです。でもその今年と来年まで参加できる、はい、そうなんですよ。今年一応その1回去年参戦してるので、はい、うん、もう1回なんですよ。ワイルドカード出れんので2回っていう、なるほど、一応ルールがあって、はい、なので、まあ、ワイルドカードで出れるのはあと1回なので、はい、今年狙っていこうと思ってます。なるほど、そうなんです、はい、頑張ってください、はい、頑張ってください。上位2名でしたっけ、エントリーした中の。そうです、はい、全日本の前半戦のランキングのエントリーした中で上位2名が出場できるので、うん、なるほど、はい、頑張ってください。そう、ちょっと去年は奇跡的な出場というか、ランキングが上位2名に入ってなかったんですけど、はい、でも上が申し込みしなくて出れたっていう、はい、形だったので、今年は運っていうかね、確かにそうです、レースってやっぱそう、勝運、はい、勝つ運が大事なんで、はい、そうです。それでそのまあ分かったことというか経験したことが本当に衝撃的な経験をしてきたので、はい、またちょっとやっぱでもそれ衝撃的だったんですけど、うん、戦えるようになりたいなってすごい思って、うん、なるほど、はい、じゃあそのハイキングスピリットは、はい、石間さんに教えてもらった方がいいですか。あ、ちょっと後で教わっときます。はい、戦うの大好き。はい、なるほど、はい、まあ、裏でなんかいろいろいろんなところへの対抗を。いやいや、そんな話しないですよ。何もしない。大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、ですね、じゃあ全日本のシーズンの前半戦で決まる、はい、そうです、ランキングが、はい、その全日本のシーズンは来月からスタートだったんでしたっけ。はい、4月9日に筑波サーキットで今年は開幕戦が行われます、はい、でその4月の筑波があって、はい、大体何回ぐらい年間でレースって行われるものなんですか。年間は4月に筑波があって、はい、5月に須郷でレースがあって、はい、6月が、モテギとオートポリス、はい、オートポリスとモテギ、はい、はいはい、忙しいですよ。6月2回あるんです、2回あるんです。で岡山が、はい、10月、うん、で11月、うん、そうなんです、はい、11月に鈴鹿6回ありましたね。さっき5回って言いましたね、はい、6回ありましたから6回ある中でその7
休がないんでしたっけ、はい、そうなんですよ、夏休みというか、はい、そうなくて、でも、まあ、自分のクラスは、はい、その7、8、9空くんですけど、うんうん、でも他のクラスはあったりもするんですけど、なるほど、はい、何なんですか、それはやっぱ夏は、はい、暑いから走れないとか関係あるんですか、まあでも暑いからレースはない方が嬉しいかなと思いますけどなるほど、7月はちょっと8台があったりとか、ああ、はい、そうか、そういうのもあって、世界選手権ですからね、はい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 、そういうのもあって多分7、8、9が空いちゃうんですけど、なるほど、そうなんですね、はい、まあ、なんかその夏はやっぱ暑いっていうのは、はい、アスファルトとこう、はい、バイクを寝かせたらすごい距離近くなるじゃないですか、はい、それってやっぱ冬よりすごい暑く感じたりとかするんですか、あ、なんかもうあの路面温度って何度ぐらいに、え、本当に真夏60度、70度とかですよね、そうですね、75ぐらいまでいった、目玉焼き作れちゃう、本当車のボンネットで目玉焼き作れるんじゃないかなって何度も思ったことはあるんですけど、ちょっと今年あったら試してきます、ね、やってみてください、ぜひ卵を落としてみますいやでも本当にそれぐらい暑いっていうことですもんね、はい、でもやっぱ走ってる間はそんなもうあんまりアドレナリンであんま感じないもんで、そうなんですよ、でも走ってればそのつなぎもメッシュで穴が開いてるので風が通るんで、なるほど、大丈夫なんですけど、はい、もう止まった時がピットに帰ってきた時に一気にバーって熱くなるんで、止まると、そうですよね、そう、一気に電気が気づくんですよね、そこで初めて、普通走っててもそうですもんね、走ってる間ってこう大丈夫ですけど、はい、止まったらもうブワーって熱くなる、はい、そんな感じです、あ、なるほど、はい、なんかそのじゃあ お化粧とかってやっぱ女性だから、はい、気になるよね、はい、気になりますね、やっぱり、はい、しているんですか、ほぼほぼしてないに近いぐらいですけど、でも日焼け止めはすごい塗ります、はい、ですよね、はい、出ないとすごい変な形に焼けちゃいそう、ここだけ焼けるんでね、それもそうですけど、なんか日焼けしちゃうと、はい、そのヘルメットしっかりぴったり作ってもらってるので、はい、そうするとあの焼けると痛いんですよね、かぶるときに、だ冬の乾燥とかもそうですけど、もう冬も日焼け止めとかその、はい、化粧水とかもう必要だなって感じになってきて、やっぱその辺はね、こう女子ならではのね、そうですよね、まあ、悩みどころじゃないかなと思います、ね、はい、高校生の時は全く必要なかったんですけどね、だってね、水がこう玉になって走るんだもんねなかなかそれは続かないみたいで、続かないみたいで、いやいや、まだお若いですけどね、いやいや、まあ、でもお肌のケアはね、若い時からいくらでもやっといた方がいいですもんね、わかりました、やっときます、はい、手続かないようにしておきます、はい、そうですね、やっといた方がいいと思います、はい、男性とかは日焼け止め塗らないもんなんですか、まあ最近は塗りますよね、あ、はい、最近は、まあ、変な焼け方になっちゃうから、そうそう、かっこ悪いから確かに普段がね、ちょっと恥ずかしいですもんね、俺がどうしたのかな、その焼け方になっちゃうから、あ、うん、はい、なんか何にこう批判してんのかなって、ね、違いますよ、何ですか、そんなことないです、はい、そのなんかあの日焼け止めを塗らないで焼けたらこう、はい、ヘルメット痛いって言ってたじゃないですか、はい、やっぱりすごいぎゅうぎゅうに作ってるんですよ、レース用はそうですね、きついですね、結構もうこううーってなるんですか、そこまでいってないと思います、でもだから、はい、本当に面白いのが少し体が丸くなったりとかちょっとふくよかになるともう、はい、ヘルメットかぶった瞬間にめっちゃタコ中になるんですよ、口が、うわ太ったみたいな、なるほど、やばい、太ってる、今日パラメーターになるんですね、そう、分かりやすい、ああ今日ちょっとなんかそんなきつくないかもみたいな、痩せたみたいなとか、髪の毛がちょっと増えてもダメだね、あ、分かりますね、分かります、すぐ分かる、なるほど、え、髪って今割と長いじゃないですか、はい、どうしてるんですか、そうなんです、最近そのもう完全に伸びきったというか、ここまで伸びると、はい、そのつなぎの中に入れられるんですよ、あ、中に入れちゃうんですね、この前の鈴鹿のテストの時に中に入れて走って、はいはい、でその、まあ、2本目の走行の時にちょっと入れるの忘れて走って出てったら、やっぱあのデグナーで首がフーンって振られて、なんだ今のはってなって、うん、トップかと思って、でも次の週もフーンフーンってなるんですよ、あ、自分の髪の毛だってなって、へえ、そう、やっぱ関係あるんだって、ね、ああ、なるほど、髪短い方の方が多いんですか、そうなると、あ、でも結構みんなちょっと首下ぐらいが多いんですけど、あの首元に毛先があるのが本当に無理で、あ、なんかね、そう、嫌なんだよね、そう、痛いよね、そう、切ったんですよ、切って、はい、カウンターもチクチクするし、ちょっと伸びてもなんかチクチクしてくるし、それが嫌で伸ばしちゃう、あ、なるほど、そうなんです、ね、はい、長くて出して乗ってると、うんうん、毛先がボロボロになるからね、なりそう、もうそう、もうあのブラシとか何本折れたかって感じですよね、はい、通らないってことですか、通らなくて、はい、そうなんですね、もうトリ
ートメントとかは使って、はい、なんかもう、まあ、出ちゃうんでどうしてもちょっとずつ出てるんで、はい、そういう時はちゃんともうトリートメントで、そうなんですか、はい、意外な、そう、ずっとどうしようって思って、どうしてるんだろうって思ってたんですよ、はい、結構長いから、そうでも結構、まあ、出してやっぱ撮影の時とか出してほしいなとか、まあ、髪が伸びてるやっぱかっこいいって自分も思っちゃうんではい、はい、写真見てかっこいいなとか思っちゃうね。こうパッキズに作ってるんで、はいはい、これ後ろに入れられないけど、うんうんうん、ストリート用とかでは、あ、なるほど、おってかぶってる人もいるよね。いますね、そうですね。で、見た時にバッサーみたいな、はい、あー、なるほど、こっから出てきたその髪の毛みたいな、なりますね、あるある、あ、それまたかっこいいね。普通にじゃあポニーみたいな感じにして、そのままかぶってるってことですか。そういう人もいます。あー、別に普通に行動を走るときは、はい、そういう感じでも全然問題ないとか。あ、そうですね、まあ、適したフィッティング量となったらレースのときは、はいはい、もう極端に動かないようにしてくる、まあ、そうですよね、はい、走ってる中でちょっとでもずれたりとかしたらもうめちゃくちゃ危ないですよね、はい、で、本ちゃんのレース仕様とか、例えば、はい、そう300キロ出しても触れないよって仕様、はい、仕様のヘルメットにして、はい、街乗りしようかなと思ったら、はいはい、10分ですね。あ、そう、集中力でだいぶ、はい、多分もうヘルメットがきついとかっていうのを感じてないので、あ、なるほど、はい、ツーリングとか行くともう信号待ちで、もうあーってなる、あ、なんか頭が合ってなって、あ、こう圧迫されすぎてみたいな。そうですよね、だってぎゅうぎゅうで、そのレースの時はそれはもう200キロ300キロってなってますけど、それそんな速度でね走れないから、はい、確かにただ痛いだけみたいになっちゃいます。そう、気づくとそうなってるんですけど、撮影の時とかはそんなぎゅうぎゅうじゃないですか、ね、ないですよ。そうです、はい、そのストリート用とかね、例えばダッシュ取材とかは、うん、 それ適したやっぱり用になってるんで、はい、はい、スリーとか、ね、こんなになるとかね、はい、はい、ないです。そりゃそうです、脱いであったら2個みたいな。あ、確かに確かに、はい、そうです。めっちゃ肩とかついてたらちょっと嫌ですか。そうね。でも意外とキューってなってても、はい、ヘルメットのその跡って、まあ、アライヘルメットのヘルメットはつかないです、はい、そうなんですよ。なんかあの、そうなんですね、枕の跡とかつくときあるんです、はいはいはい、タオルの跡とか、はい、そういうのないんですよ、レースの時どんどんキューってしてても。あ、そうなんですか。脱いで、あ、これはいいと思って、なんか先ほどあの、はい、お化粧の話にもなりましたけど、はい、もうずっと疑問だったんですけど、はい、フルフェイスのヘルメットってやっぱ被ると、はい、化粧全部落ちませんか、取れません。あ、そうですね、結構内装についちゃったりはですよね、はい、その場合ってなんかやっぱヘルメットとかって洗えるもんなんですか、はい、中が外れるので。外せるんですね、はい、ほっぺのところとか取ったりして。あ、真夏とかは本当汗だくになったら、はい、そう、全部一回取って洗ったりとかもちゃんとできるようになってます。なるほど。頬の部分と、はい、この頭の上、ね、はい、頭の上も取れるし、物によってはこのネックの部分もある、はい、私らが被っている、はい、そのレース用ね、はいはい、RX か、はい、はい、セブン X はこの首のとこも外せます。へー、やっぱ汗かきますもんね。いや、もうすごいですよ。あ、で、そのヘルメット、ね、最近だんだん増えてきたんですけど、エコピュアっていうね、はいはい、抗菌と、はいはい、消臭の内臓になっているんで、はい、汗臭くならない。どんどんやっぱ技術が。そうそう。これでもやっぱこうね、化粧とかついたら、ファンデーションとかついたら洗います、はい、すぐ洗えますよっていう、はい。